こう茶道とかもいろいろあって、うん、それって全ての人に関わるわけじゃなくて自分からこう好きでこうチョイスして選ぶわけで、でも政治って興味がないって言ってもよく考えたらあの関わってくることってすごいいっぱいあるので、なんかそこですごいって言われるのは全然違うなと、うんうん、確かに派閥は面白いですね。何区もこの派閥この派閥戦ってるなとか、あこっちもこの派閥この派閥戦ってるなとか、じゃあ何かあんのかなって思うじゃないですか。でその人の祖先を調べてったら、あおじいちゃんの代からそれやってんじゃんとかっていうのも結構面白い。どうなるかわからない戦局とかをこの人が勝つだろうなみたいなところに自分が丸つけてって、開票特番を見ながら自分の予想したのと交代合わせをする感じで見ていくのが面白いですよね。全くほぼノータッチだったところが意外とこうひっくり返ったりとかした時に、うわやっぱ分かんないなとか、自分まだまだ甘かったなって思ったりとかっていうところも結構面白くて、本当答え合わせですよね。じゃあコロナ禍の政治家によって、うん、じゃあ自分のもらえるなんだろうお金とか、うんうん、その世の中のこう飲食店とか、まあ、いろんな職業の状況が変わるんだとしたら、きっとみんなすっごい見定めるじゃないですか、うん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 、っていうことですよね、うん。